この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、日本代表主将の遠藤航が所属するリバプールは、プレミアリーグ最下位のシェフィールドユナイテッドを2対0で下し、首位アーセナルとの勝ち点差2の2位をキープした。3日のフラム戦で途中出場し、プレミア初得点となるミドル弾で逆転勝利に貢献した遠藤は、先発に抜擢されフル出場。前半34分にイエローカードを受けるも、無失点勝利に大きく貢献。試合全体を通してのパフォーマンスも高く評価され、海外メディアの間でも、今や遠藤はリバプールになくてはならない選手だと高く評価されている。それはメディアだけに限らず、リバプールの選手も今回の遠藤の活躍を、試合後に称賛していた。リバプールの遠藤航が、プレミアリーグ第15節のシェフィールドユナイテッド戦で先発フル出場。地元メディアからは高い評価を与えられた。前節のフラム戦で83分からピッチに立ち、87分にはミドルシュートで自身プレミアリーグ初得点を挙げた遠藤。中2日で行われたシェフィールドユナイテッドとの試合では、国内リーグ3試合ぶりとなるスタメン出場を果たした。4-3-3 のシステムのアンカーに入った日本代表ミッドフィルダーは、絶妙なターンからのパスでカウンターの起点になれば、ハードなタックルやチャージで相手を潰すなど、攻守で持ち味を発揮。フル出場して2対0の勝利に貢献した。そんな遠藤に対して地元メディアのリバプールエコは、前半に見せた前方へのターンは非常に良かった。一方でボールを奪われる場面も散見され、前半に警告を受ける場面もあったが、全体的に見てとても良いプレーだったと評価した。レーティングで見ても、コーナーキックから37分に先制点を挙げたフィルジル・ファンダイクの採点級。その1点目をアシストしたトレント・アレクサンダー・アーノルドと、94分にダメ押しの2点目を挙げたドミニク・ソボスライが採点8の中、遠藤にはチーム4位タイの採点7がついた。リバプール専門メディア、リバプール .com は、3試合ぶりにスタメンに抜擢されたこの試合が持つ意味合いに言及。ユルゲン・クロップ監督が遠藤航を最初から起用したのは全く衝撃的ではなかったと前置きした上で、プレミアリーグで最初からプレーすることは全く別のことだ。遠藤がどれだけ落ち着きを取り戻したかを示す大きな試金石となったと、真の評価が下される一戦だったと見解を示している。その中で、遠藤は試合序盤から広い視野から長短織り交ぜたパスで高配球。記事では、最初の10分、プレッシャーを受けながらボールを受けた彼は、鋭い動きで効果的だったと称えられ、フルハム戦での短時間の出番以上に、クロップが遠藤を本当に信頼していることを証明したと絶賛した。結果としては2対0での完勝だったが、リバプールのメンバーや監督は内容に納得がいっていないようだ。この試合で後半のアディショナルタイムに得点を決めたミッドフィルダーのドミニク・ショボスライは、試合後のインタビューで自身が得点を決められたことに満足しながらも、結果的には得点を生むことができたから私個人としてはとても良かったとしながらも、パスミスやボールを取りこぼしてしまうことが何度かあったのはもったいないことをしたと思う。ワタルやフィルジル、ゴメスに何度か助けられて0点で試合を終えることができたけど、この課題を残したまま戦い続けるのはよくありませんね。勝てただけでも良かったと考えた方がいいのか、チームがより連携を高めていくことが必要だなと感じましたと、今後の試合に向けて改善していくべきだと言及した。またフォワードのルイス・ディアスも試合後のインタビューに登場し、今日の試合について、勝つことはできたけど、僕自身にとっては課題が見つかった試合だと感じた。正直もっと得点を取ることができたと思う。でもそれを阻害してしまった原因の一つは私にある。もっと中央じゃなくてウイングとして集中していれば展開は変わっていたと思う。ここはドミニクやワタル、アレクシスに悪いことをしたなと思う。今日は彼らをはじめバックスの皆に助けられた。今は日程的に内容よりも勝つことが優先かもしれないけど、満足はしちゃいけないと思ったよと、自身のプレーを反省した上で、次の勝利に向けての改善が必要だと説いた。その上で、
前回のフラムとの試合でこのチームは逆境に負けない強さを示すことができた。それはチームメイトだけじゃなくコップやスタッフみんなが絶対に諦めないからだ。僕たちはまだまだいけると、さらなる飛躍を誓った。イギリススカイスポーツによると、クロップ監督は、結果には本当に満足だ。試合の多くでもね、ボールを手放してはいけないところで手放してしまったいくつかの場面を除けば成熟したパフォーマンスと言えるだろうと話した。この試合の途中で怪我をしたマックアリスターの負傷については、序盤に相手が膝を踏んでしまった、切り傷があった、この怪我がどれくらいの時間がかかるか見守る必要があるが、それほど長くはかからないことを願っているとした。その上で、次の試合では渡るのアンカーとしての役割がより重要になる。フラムとの試合で渡るは自信をつけ、メンバーからも信用を勝ち取った。今までは厳しい評価もあったが、私が彼のことを信用していることが認知されたと思う。今日の試合でも彼は自分の役目を全うしてくれた。プレッシャーを受けながらボールを受けてからの特に効果的だったね。トコの試合で先発として出場した遠藤を称賛した。タイトル争いについては、優勝候補のマンチェスターシティがアストンビラに敗れ3位に後退。それは本当に意味がない。アーセナルもうちも同じような経験をしている。アストンビラはすごい、マンチェスターユナイテッドはそこそこで、まだメディアが望むようなサッカーはしていないかもしれないが、勝ち点は積んでいる。チェルシーは来るかどうかわからない。リーグは信じられないほど強く、難しい局面を乗り切るには運が必要だ。だからどこがタイトルを獲得するのかわからないと強調した。プレミア初ゴール、フル出場で攻守に躍動と、徐々にチームに馴染んで勢いが増してきたリバプールでの遠藤、次節のクリスタルパレス戦でも活躍に期待したい。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を見ていきましょう。やっぱりクロップは名将だね。人を見る目があって、かつ自分の判断を信じてる。選手のモチベーションを引き出すのもうまい。遠藤のリバプール移籍が決まった時、まともに出場できると思わなかったし、現地の批判も仕方ないと思ってたけど、クロップは本当に戦力として見ていたんだと今になってわかる。マンチェスターシティとの試合での後半1対1の場面から遠藤を途中出場させたのを見て信頼されてると思った。普通だとあの場面では出さないからね。フラム戦なんかリードされている状況で出したし、信頼はより深くなっていると思う。得点したシーンなんかは遠藤がリバプールのキャプテンのような存在感だった。クロップもやっぱり獲得してよかったと思っているね。遠藤スタメンだったから最初から最後まで見たけど、普通によかった。日本代表の時のような安心感があったし、効果的なパスも何本か出していた。むしろゴメスとか周りの選手の方が危険なミスして悪目立ちしてたし、それを考えると遠藤はよくやってると思う。ポジション取りのルールが染みついてきたのか、ボールもらってから前を向くのが早くなってきた気がする。ボールにアタックする時も周りを使いながらできてるように見えるので、もう安心かな。点取って自信になったのもあるのかね。我らが日本代表キャプテンがついにリバプールの中でも存在を示し出しました。先日のフラムとの試合で値千金のゴールをアンフィールドで決めたことで、世界中で大きな話題を呼びました。その勢いのまま迎えた今回の試合、相手がプレミアリーグの中最下位のチームだったとはいえ、チームが勝利するための必要な存在として活躍を見せてくれました。現地メディアの間でも得点を決めた選手以外で高得点を得ており、遠藤選手がリバプールの中で必要不可欠な存在になってきているのがわかります。これで彼がプレミアのビッグクラブでスタメン定着となれば、日本サッカーにとっても大きな意味を残すことになるでしょう。今後も怪我には気をつけながら頑張ってほしいです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると、今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。